願いします。じゃあ今夜もよろしくお願いします。お願いします。いや、じゃあ収録開始します。お願いします。お願いします。ちょっと一回止めましょう。はいはいはい。ドッタ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 。さすがにこれだけはちょっとやめてもらおう。そう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 。ドッタドッタ。これで収録してるからあんまりこっちどんどんしないで。ドッタ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 。よし、これはいじる会がいじりがいがあるな。じゃあ始めます。はい、サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと、はい、ミキさんのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。最後までお付き合いくださいということで、なんかお隣で子供たちがわちゃ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 、人数多いですね。めっちゃ人数多い。びっくりした。いや、元気やるのいいことだと思う。いいことですよね、本当に。はい、もう羨ましいですよ。まあ、この元気を私は分けてほしい。はい。僕も分けてほしい。今ちょうどちょっと疲れが溜まってるので。私もちょっぴん疲れ気味なんで。はい。ちょっと分けてほしいな、本当に。まあ、ここからまた年末ですからね。ああ、余計にバタバタする。年末年始、頑張って乗り切りましょう。乗り切りましょう。はい。ということで、番組の紹介をしたいと思います。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、気まぐれ.satch@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X では、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいねということで、では、一曲いきたいと思います。お願いします。今週のテーマでもあります曲になってます。アイコで、初恋、どうぞ。ドッタードッタバッターバッターお、ナルトラさん今終わったの。え、今なんだね、終わるの仕事。9時6時かな。あれ、うん、フフフ、外音取り込みにしてたのになぜか急に音楽が流れ始めてパニック。聞かない、言うこと聞いてくれ。壊れた。壊れた。あれと迷ったんですよ、あのファーストラブと。はい、ファーストラブと迷ったんですよ。ああ、ファーストラブもいいですもんね。うん、ファーストって宇多田ヒカル。あ、これはキャス教育時間はあるけど、あるけど、うん、頑張ろう。頑張ろう。そう、ツイッターそうまだ立ち上げてなかった。お茶ないっす。お茶くれた。
しようかな。DM から行くか。DM。DM から行こうかな。かっちゃんさんも来たね。こんばんちゃい。皆さんこんばんは。こんばんちゃい。ちょっとあとでキャスはやっていくので、よし。今日はめっちゃメールが多いのがびっくり仰天だ。今まで最大8ぐらいでしたっけ、来たのぐらいですかね。ですよね、はい。あ、その2番目ぐらいかな、今多いの。皆さんありがとうございます。ありがたや、ありがたや。これ先に言おうかな。あの由来、由来みたいなのがあって、初恋の日になったのが。確かに気になりますね。うん、なんでだろう。なんでだろう。いや、そこでそこで鉄友。そこで鉄友。急に初恋の日だとか言い出したのはなんでだろう。そう、由来を言ってからメールとかに行こうかな。ひふみさん、ひふみ、ひふみさんも聞いてるってこと？ん？どういうことだ？ひふみさんがなんか演奏してるんですかね。え？あのカホンでってこと？じゃないですか。うわ、うわ、あのおじさんやりそうじゃないですか。確かに、確かに何かやらし、やれ、やりそうな。しかも仮装かぶるし、ユーミンさん。やらないって言ってたのに。あれ、かぶったんだ。はい、じゃあ間もなく。はい。じゃあマイクオンにします。お聞きいただいたのは愛子で初恋でした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは初恋です。というのも、あの今日収録上10月30日なんですけど、はい、今日が初恋の日らしいですね。なんと、なんと、なぜ、なぜ、なぜ。ちょっと由来をあの調べたら、1896年の10月30日に島崎藤村が、文学界46号のに初恋の詩を発表したことが制定の由来になってるそうですよ。ほうらしいです。私も見てびっくり仰天しました。ちゃんと由来がありましたね。ありましたね、びっくりだ。ではどこ行った、どこ行った、あったあった。 DM が来てますので先に紹介したいと思います。11月5日放送分ときております。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。マジでこの子と付き合いたいと初めて思ったのは中1の時の同級生かな。
当時はクラスでも目立たない自分だったので打ち明けることがすらできずでしたねと来ております。まあ、どこの部分を初恋と取るかっていうのもありますけどね。はい、なんか今日超いっぱい来てるので、その前にキャスを紹介していきましょうか。沖縄大好きさん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。どうも、龍神まぶやです。違うでしょ、ね、あ、ほんとだ、アイコンが龍神まぶやになってる。これ僕が撮った写真使ってくれてますね。おー。ありがとうございます。カープボーイさん、皆さん、子供たちは今、子供の国でひふみさん聞いてるよ。どういうことだヤン吉さん、サッチーキャンチー、こんばんにゃー。こんばんにゃー。今、DM 紹介したナルトラさん。今仕事終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。大浜さん来てますね。こんばんは。こんばんは。お茶もアイテム投げてくれてありがとうございます。かっちゃんさん、サッチーキャンくん、リスナーの皆さん、こんばんちゃい。こんばんちゃい。ヤン吉さん、初恋といえば、村下幸三、当たってますかね。ですかね。今村トーソン。なんかありましたっけ。まあいいや。由来のですね。由来のですかね、多分。大浜さん、ラブディスティーンんかな、ツンク作の、浜崎あゆみの歌、初恋を思い出すねと来てますね。デイはメールの方に行きたいと思います。お願いします。メールのトップバッターは私の旦那です。ありがとうございます。ありがとうございます。初恋エピソードと来ております。はい、陸海空です。こんばんみ。こんばんみして、僕の初恋は、確か小一の時かな。同級生のまゆみちゃんが好きで、ちょっかい出しては泣かしてたな。バーカって言ったり、館長をしたり、好きな女の子に、ちょっかい出すのは子供あるあるかな、と来ております。まあ、好きな子には確かに小学生とかでは、かまってちゃんがいるので、はい、確かに、なんか、ちょっかい出したり。僕は大人びいてたんで、そんなことしませんでしたけど、ね。あれあれれ、ね、あれれ、ね、僕は大人の女性に恋をすることが多かったので。あららららはい。ませた子だったんですかね。はい。小学校1年生ですでにもう大人に恋しましたからね。いや、先生とか？まあ、唯一初恋エピソードでいつも言ってるのは、はい、ストロパン塾に初めて通った日の話をしてます。スロバン塾に通った時の、アシスタントで入った先生が、まあ、20歳ぐらいの子ですかね、はいはいはい、学生さんが教えてるわけですよ、はいはいはい、でそしたら、あ、この人可愛らしいって思って手元を見た時に婚約指輪してるのを見て、結婚してるって一瞬で打ち砕かれたのが僕の初恋。あ、なるほどね、はい、なるほどなるほど、マセガキです。あー、大浜さん、これ読まないで、リクさん、今もサッチーしてるで、ん？今もサッチーさんしてるのかな？何をどういうこと？もう一通来てたんですけど、リク海空さんから。これは、はい、これはあっちに置いといて、次のメールに行きたいと思います。お願いします。はじめまして、気まぐれラジオに初投稿するリスナーのうさぎのシルーですと来ております。ありがとうございます。初恋ね、小学校の頃に初恋したんだけど、同級生に、初恋相談がバレてしまい、学年中に広まり、初恋相手にバレて泣いた記憶しかない、苦笑い。ああ、切ない春でしたね。初彼女なら浦添にまだ住んでいる時に、隣校の同級生の女の子と付き合いました。当時の自分は小学校3年生でしたね。その子は少しギャル風な格好をしていて、
公園で会うたび、当時流行っていたスピードのホワイトラブを公園のベンチでよく歌ってましたね。その子は自分と同じ名字だったので、後からびっくりしました。初恋と初彼女の話でした。と来ております。すごいね。私、ちなみに私のこれ、初恋になるんでしょうね。はい、あの、親戚の、同級生の子に、恋しちゃいまして。はとことか、その辺ぐらい。そのぐらいですね。の子に、初恋して、で、親戚なんでしょっちゅう会うんですよ。はい。で、お泊りとかも行くんですよ、やっぱり。たまーに。したら、これ、名前出していいかな？ゆうきーって言うんですけど、はい、ゆうきーと結婚するって言って。かわいいですね。っていう、かわいらしい初恋エピソードです、私の。これは一体いくつぐらいかな？ 5 歳。やっぱりそれぐらいですよね。5歳です、5歳。次のメールに行きたいと思います。チェッカーズ無双さんからいただきました。ありがとうございます。サッチーさん、キャン君、おこんばんは。おこんばんは。こんばんは。初恋で思い出すエピソードがあります。友人が初恋を実らせた瞬間に立ち会ったことがあり、感動したのをよく覚えてます。高校時代、目がクリクリの女の子らしくて、すごく可愛い友人がいたんですが、同じクラスの野球部の子に片思いしてました。彼女はモテモテで何人もの男子に告られましたが、すべて断り、自分から好きな子に告白して OK もらいました。おー。うーん。当時友人が好きだった子は、別のクラスの〇〇が好きらしいと噂が流れていたのですが、そんなの関係ない私は告白すると言って、見事に実らせた友人に感動しました。そしてそのままお付き合いを続けて、見事ゴールイン。すごいですね。結婚式もとても素敵でした。今でも彼のことが大好きな友人が可愛くて心が温かくなります。あ、自分の初恋は小一の時で、給食の魚をきれいに食べる男の子でした。それしか記憶がありません。テレと来ております。すごいですね。初恋相手が、で、ゴールイン。初恋って実らないってよく言うじゃないですか。いますね。実ったんですね。実る方もいるんですね、やっぱり。いいなぁ、羨ましい。羨ましい。でも、私の初恋相手は今何をしてるんだか、最近会ったことありません。僕も、先生とはそれ以降、お会いしてないですね。次のメールに行きたいと思います。はい、サッチーキャンチー、こんばんにゃー。こんばんにゃー。ヤンキチです。テーマ初恋。記憶をたどると多分幼稚園だと思います。一つ下の女の子で積極的でしたね。ファーストキーマルもその子でした。って来ております。おー。いいじゃないですか。いいじゃないですか。いいね、いいね。ではでは、どんどん行きましょう。次のメールに行きたいと思います。メッセージテーマ初恋。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ初恋。初恋は小学4年生。当時同じクラスの女の子でした。その子に惚れて本気で好きになった僕。隣の席が一緒だった時はすごく嬉しかったです。それを知ったクラスの男の子たちは、からかってきたのもあり、なかなか素直に言い出せずにいました。その後僕は転校してしまい、離れ離れに、あれれれ。中学校に上がる時にはその子も同じ学校でしたが、クラスも違うのもあり、ましてや僕が人見知りしていたせいもあり、話す機会はゼロ。いや、
そして何事もないまま中学を卒業。その数年後に成人式の打ち上げに呼び出され、中学時代の同級生たちと再会。その子もいました。成人式を終えてしばらくして連絡する時期がありました。その子に当時好きだったことを告白。その子も驚いてましたが嬉しかったと話していました。すでに付き合ってる人もいて結果振られました。今は友達として接していて、去年はその子は結婚しました。さてさて、僕の恋の縁はどこにいるやらと来ております。まあありありな話ですよね。そうですね。私でも初めて付き合ったのは中3ですね。おー、早いですね。中3で、でなおかつ一個後輩に卒業式の時に告白されまして、私が。で、卒業式終わって二部に入る前ぐらいだったかなに、ちょっと来てみたいな感じで呼び出されて、何ねって聞いたら、話があるって言ってたのね。で、言ってて、で、何ねって言ったんだけど、はい、話じゃなくて、紙に書きたいって言われて、なんか紙あったかなと思って、紙一応なんか持ってたみたいで、渡されて、後で読んで、じゃねって言われて。なんともシャイボーイ。シャイボーイでしたよ、めっちゃ。で、ちょうど習い事が一緒だった後輩だったので、はい、これは返事必要って言われて、うんって言うから、じゃあ、その一週間後ぐらいがちょうど習い事があった日で、会うので、で、返事は、あ、じゃあいいよーって言って感じで付き合って、一年じゃないな、半年ぐらい付き合いましたかね。私が高校一年の途中まで、忙しくなるぐらいまでは付き合ってましたね。甘酸っぱいですね。甘酸っぱい。ツイキャスの方がなんかすごい来てますね。メッセージしてられた。まあ、下ネタだからね。って来てますね。陸海空さんが。大浜さん、そうだろうと思った。サッチーさんをいじめちゃダメよ。って。沖縄大好きさん。ウェルカム、恋。恋や。大丈夫。あなたには素敵な恋が。来ると思います。訪れると思います。来ると思います。チェッカーズもそうさん来てますね。こんばんは。こんばんは。陸海空さん、ラジオリスナーには人見知りが多いかな。ラジオが初恋と来ております。いやーな、よくさや。方言出ちゃった。出ちゃった。チェッカーズもそうさん、キャーって。なんか、キャンさんのこの初恋エピソード他にあります？なんか初めて付き合った子は、子のエピソード。30歳の時にできた彼女なんですけど。あれ？傾向。1ヶ月半で振られました。短。はい。いろいろとラジオでも関わる話だったんであんまり出してないんですけど。なるほど。はい。キャスの方で沖縄大好きさん。ところで真面目な質問なんですが、もし好きな人がいて、その好きな人に確か付き合ってるって聞かれますか？誰かと付き合ってますって聞きますか？僕は無理です。というのも、これまでの恋愛を振り返ると、好きになった人のほとんどはすでにもう付き合ってる人が多かったので、と聞いてますね。私もしいなかったら、いなくて、で、気になるようだったら、まあ、近づいてってって感じですね。どんどん付き合ってって、話の振りで、誰か、なんか好きな人いるみたいな感じで、遠回しに言いますね。なんかよく言うやつで、
彼氏がいなかったらライバル無限だけど、はいはいはい、彼氏がいるとライバル一人だけだよなんていう人いるじゃないですか。あ、いますね。でも一理あると思うんですよね。だから彼氏いるいないを気にする前に、好きだと思ったらまずお友達になって、そうそう、仲良くなったらいずれそういう話も多分できるはずですし、うんうんうん、流れでね、その流れでじゃあ彼氏さんとこううまくいってない時も、あの、いやダメだねとか言っちゃって、彼氏さんもこうなんじゃない、うんうん、ああじゃないとかって言ってたら、逆になんかなびいてくるそうですよ。おお、だそうですよ。この人は私のダメな彼氏にも優しいんだみたいな感じ。だそうですよ、沖縄大好きさん。まあ、長期プランですね。長期ですね、本当に長期スパンって感じですね。はい、ではあと1分ほどですね。では来週のテーマに行きたいと思います。お願いします。来週のテーマは好きなパンです。あ、いいですね。今度はパンの話に、食べ物の話に行きたいと思います。パンといえば受験受験勉強のお供パンですね、ですね私パン、まあ好きなパンなんで菓子パンとかも今回含まれますので、そうですね、うん、どんどん好きなパンを私に、あの、教えてもらえればと思いますよ。僕にはトップ3がありますからね。おお、じゃあ来週教えてくださいな。思い出のトップ3があるので。了解です。それを聞きましょう来週。温めて膨らましておきましょうね、パンダだけに。おお、いいですね、いいですねはい、ということでお時間です。はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーとミキさんのキャンでした。じゃあねー、バイバーイ。発酵ってことですね、はい、付き合った話はそこまでできないんですけど、学生の頃恋愛から遠すぎて、あー、なるほどヤンキチさんパン、その代わり甘酸っぱい思い出はいっぱいあります。うーん、恋じゃないけどみんなと仲良くしてたんで、うんうん、キュン、ありがとうございました。キュン。お疲れ様でした。お疲れ様です。陸上部の女子には散々いじられましたからね。ああ。私も結構、小学校の時、ね、結構、かっこいい男の子がいたんですよ。あ、いいかもと思って。で、周りにバレてて、お前、この人好きだろ。この男子好きだろって言って。知らねえって言ったら、ちょっかい出されましたね。僕は高校1年生の時に同じ陸上部の女の子が急にお腹めくって「見て加藤さん腹筋割れた!」って見せられた時に俺男として見られてるんやって「ああよかったね割れたね」って「頑張ってるじゃん」って返したんですけど、うんうん、心の中で「俺男として見られてるんや」で3年生だったらその子が2個下の後輩と付き合ったんですよ。はいはいはい、あの駅伝部の子と、うんうん普通に仲いいじゃないですか。はいはいはい、めっちゃ嫉妬されて、うーん、大会の時裏でキョンさんって仲いいんですねって言われていやお前が付き合ってるからお前の方が大事にされとるぞまあ同級生だからね、大丈夫大丈夫、心配すんな。え、沖縄大好きさんと陸海空さんがめっちゃ会話してる相方の選び方にこだわりすぎて、沖縄大好きさん、なんか僕はまずは付き合ってみ、またたら見たらじゃないの、またたらって、なんなら告白する前にすでに付き合ってる人がいるか知ってショックを受けたことがある。わかるわかるわかる、俺も大学生の時好きだった女の子に彼氏、遠距離の彼氏がいるって言われてショック、ショックっていうか諦めたっていうか、あーなんかあの奪うのかっこ悪いと思ってるその当時の僕がいたので、うんうんうん、攻めなかったんですよ。はいはいはい、今だったらラッキーチャンスって思うんですよね。ああ遠距離だからね、はい、うんうん、遠距離だから楽に、逆にそうかも、普通に友達になって仲良くなってっていうさっきのプランを実行しますけど、うーんぐらいには大人になりました。はいはいはい、なるほど、私奪おうなんて思わないからね逆に、はい、奪うっていうよりはでも分かんないじゃないですか。うんうん、だから男たちになればいいっていう。まあ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 。確かに確かに。キャスもそろそろお時間ですね。
ではまた来週。じゃあねー。延長かましてる。延長かましてる。声が溜まってる。いつの間に。終了しますよ。はい、お願いします。はい。